小田啓治は大阪府伏せ出身のプロ野球選手。1949年シーズン中に東洋宝石から大阪タイガースに入団。当初は請求力に難があったか、それを克服し1950年に頭角を表し7勝を挙げる。カーブが武器の投手であった。翌1951年には11勝を挙げる。その後は先発投手として、 チームを支えた。1956年オフに対談し、東洋剛石に復帰した。2012年8月1日、死去。86歳ーツ当主でありながら、バッティングセンスも良く、通算で217の打率を記録している。また、通算本類打数は1951年に記録した1本のみであるものの、後日の 幻の本塁打をも含めると2本打ったことになる。1951年7月25日の大阪、スタジアムでの小築戦で、2回1アウト1、3塁の場面でこの時の小築の先発投手の林、直明から3ラン本塁打を放ったが、林がセットポジション時に完全な停止を怠って、投球に入るという暴行を犯したがために無効となり、幻の本塁打となった。 その3年後の同日、同球場での対中日戦で延長10回表に杉山悟が放った幻の本塁打の対戦投手であり、幻の本塁打を打者と投手で関わった唯一の選手となった。ありがとうございます。